5月24日、県議会令和3年第2回定例会が開かれ、議長・副議長選挙が行われました。開票の結果、自民党の井田泉議員が第95代の議長に就任しました。また副議長には、同じく自民党の安孫子哲議員が選ばれました。この時間ではお二人に、これからの議会運営などについてお話を伺います。井田議長は沢郡区選出で平成19年に初当選、現在4期目です。これまでに産経土木や総務企画の常任委員会で委員長などを歴任し、令和元年5月からは1年間副議長を務めました。では井田泉議長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。お願いします。まずは議長に就任してのお気持ちからお聞かせいただけますか。はい、第95代の群馬県議会議長に就任することができました。議員各位の皆様、そしてまた今までご支援をいただいた県民各位、皆様方にですね、本当に心から感謝を申し上げたいと、そんな気持ちでいっぱいでございます。そしてまた責任の重さというのをですね、改めて痛感しておる次第でございまして、尖閣被災のを見ながらですね、こういう職に就けたということを忘れずに、また初心を忘れるべからず、今後も県民の皆さんのために努力をしていきたい、このように考えております。コロナ禍での県議会の役割についてはどのようにお考えでしょうか。そうですね、もうコロナの影響が我が県にも到来してですね、1年以上が過ぎるわけでございまして、その間さまざまな政策を取ってきたわけでございますが、なかなか収束には至らない。これは群馬県だけではなくて、日本全国の課題ですから、これから先ワクチン接種であるとか、コロナによって事業者の皆さんが本当に辛い思いをされている、そういう方たちをどのような形でまた救済をしていくか、そういうことをですね、県議会を挙げて考えていければと思っております。ここで井田議長に座右の銘を色紙に書いていただきました。市政一貫と書かせていただきました。とにかく、誠心誠意皆様に尽くして、それを貫き通す、嘘をつかない、こういうことをですね、政治家として今まで努力してきたものですから、今後もしっかりとこの言葉通りに、政治に対して向かい合えるような、そういうふうなことを肝に銘じて、また頑張っていきたいと考えております。では井田議長の趣味についてもお伺いできますか。はい、最近実はまた始めたと言いましょうか、そういう趣味がございまして、実は私が学生時代に、クラシックギターの、農大のギター部というのに入ってましてですね、その時に弾いてたそのクラシックギター、今でもやっているような状態でございまして、多少なりともテクニックは、ね、学生時代にはかないませんけども、多少趣味の範囲でやってるというふうなことで、今日は、お披露目させていただいているような次第でございます。はい、では最後に今後の議会運営の抱負をお聞かせください。はい、まず円滑な議会運営ということにしっかりと取り組んでまいる覚悟でございます。今コロナ禍の中ですね、非常に臨時議会が多くなっている、そういう状況でございます。知事も、先決ということで、乗り切ることも可能なんではございますが、しかしながら議会としてもですね、二元代表制、車の両輪と例えられておるもんですから、先決はなるべく避けるというふうな意味からですね、会期制について3回期制から2回期制に移行する、あるいは将来通年議会を見据えた、そんな改革にも取り組んでいければというふうに考えております。またその他にもですね、国勢調査の結果を反映した区割りの見直し、こういうことにも携わることになるかもしれません。一生懸命皆さんのご意見を聞きながら議会運営に対して取り組んでいければと、このように考えております。安孫子副議長は前橋市区選出で平成23年に初当選、現在3期目です。これまでに
文教警察や総務企画の常任委員会などで委員長を務めました。では我孫子哲副議長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは副議長に就任してのお気持ちからお聞かせいただけますか。はい、この県議会の第95代の副議長という本当に大役を仰せつかり、その責任の重さを今感じているところであります。はい、これまでの議員活動を振り返って印象に残っていることはございますか。そうですね、いろいろな取り組みをしてくる中で、やはり政治イコール命を守る、暮らしを守るというのが私の中で一番なので、群馬県の交通安全対策、これが一番印象に残っております。特に県道で起きた死傷事故、その現場に歩道を設置しようと、その取り組みを長くやってきて、必ずそこに歩道を設置する、そんな思いで今拡幅工事が始まっています。そのことは特に印象に残っております。さて、コロナ禍での県議会の役割、また議員の皆さん一人一人の役割、どのようにお考えでしょうか。はい、このコロナという本当に緊急事態の中で、私たち政治の役割、また議会の役割というのは非常に大きいと思っております。先を予測しながら県政に対してやはり提案や、そして同じ方向を向いてコロナ感染症解消に向けてやらなければいけない。特に、心を痛めたり経済的に弱ってきている県民の方々を支えるための政治、これをまずやっていかなければいけないと思っております。では座右の銘教えていただけますか。はい、私の座右の銘、諸子貫徹です。はい、私が17年前にこの政治の世界に初めて入って、その時掲げた言葉がこの諸子貫徹、そして17年前の初めて当選をさせていただいた前橋の市会議員の、この一番最初に登壇して一般質問の中で諸子貫徹をもってこの政治をやり抜く、そのコメントを述べさせていただいて、今でもこの諸子貫徹が私の座右の銘です。さて、今日はプライベートのお写真何枚かお持ちいただきましたが、最初の写真は私が町おこしのイベントをやっている時のステージ上の写真で、それでこの次に写っている写真が、赤いドレスを着て踊っているのが私の妻で、このイベントで出会って、そして初めてのデート、この写真が榛名湖でボートを漕いでいるデートの写真です。で、結婚式を挙げて、2人の子供に巡り合った。そう、私の政治の原点はこの写真の通り、家族がまず優先です。そんな思いでこの写真を選ばせていただきました。とても温かい写真ですね。ありがとうございます。では最後に今後の議会運営の抱負をお聞かせいただけますか。はい、まずは副議長として議長をしっかりと支えて、そして50名のこの群馬県議会が本当に県民の生活や暮らしのために進んでいく、そんなサポート役を、そんな思いで努めてまいりたいと思います。今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。